こんにちは、サードラです。今回は、モンハンパズルで新しく実装されているイベントをですね、森の隠れ里ビンゴイベントをすべてクリアすることができましたので、必要なクエスト数とミッション内容、あとは報酬と効率のいい進め方と合わせて、このイベントをそもそも遊ぶ意味について解説をさせていただこうかなと思います。 まずはじめにイベントの概要をね、軽くお話しさせていただくんですが、イベントに関しては、この右下の数字ですね、まあ、ここを押していただくとクエストに、ね、行くことができるようになっているんですけども、このクエストをクリアすることによって、ビンゴチケットっていうものをもらうことができるようになっています。で、そのチケットを1枚使うと、この中央のマスを1マス埋めることができるようになっていまして、まあ、それでね、ビンゴをしていくんですが、最終的にこの下にね、書いてある通り、120ビンゴをすることによって、すべてのね、報酬をもらえるっていう イベントになっていますで、もらえる報酬に関してはねこの下をスクロールしていただくと全部見ることができるようになっていましてまあ、大きなね目玉としては限定の重ね着ですねまあ、建物の重ね着っていうのをもらうことができますのでそれがねまあ、大きな目玉報酬にはなっていると思います続きまして今回のイベントのミッション内容について見ていくんですがここにね全てクエストの内訳をまとめていましてまずチケットをですねまあ、先ほどお話しした通り基本的には1回クリアすると1枚もらうことができてそれでね 1>, ね、1マスずつ埋めていってビンゴをしていくんですが。 ボーナスで3枚もらえる階層っていうのがね設定されていましてそれがここにね表示されている階層ですねでは1回のクリアでチケットをね3枚入手することができるようになっていますでこれに関してはランダムでね設定されているっていうわけではなくて全員共通ですねでこのボーナスで3枚もらえるっていうのが入るようになっているんですが注意していただきたいのがこの階層に関しては1回でねクリアをしないと3枚もらうっていうことができなくなっていますのでこの階層はもう可能であればね 1> 1回ででクリアをしていただい,た方がいいいいたただ方がかなと思いますで下の方に緊急クエストの内容をまとめていまして、緊急クエストはまずクルペッコが5回ですね、10層と25層、40層と55層と75層で出てきまして、ギルスは4回ですね、でブナハブラが3回でメラルは1回だけ、ね、出てくるようになっていまして、この右側の、ね、数字の階層で出てくるようになっています。 で、イベントに関しては120ビンゴでね、全クリとっていうことになりますので、まあ、1枚がね、9個で8ビンゴなんですよ。なので、15枚ね、全部マスを埋める必要がありまして、 トータルで135マスですねやる必要がありますので逆に言うと135枚ねビンゴチケットを入手して使えば、えー、クリアっていうイベントとねなっていますで一応僕に関しては今回3枚もらえるチャンスに関しては全部で、ね、逃さずクリアをすることができましたので右下の数字見ていただいて分かるとおり84クエストまでね進めることによって全部のねマスを埋めることができましたまあ、ただこれもね注意していただきたいのが3枚もらえるところを逃せばね逃すだけここからプラス2クエスト分ねやらないと いいいけけななくなっててししまいままますすのでそこは注意をねしていただければと思います、まあ、最短だとね84クエーストやった時点で120ビンゴができるっていう感じですねで最後にイベントを効率よく進める方法とやる意味についてご紹介をしていくんですがまずこちらの30分アイテムっていうのをね今回ビンゴ報酬でもらうことができるんですがこれはしっかりね使える時に受け取るっていうのが重要となってきます でこれがどういうことかっていうと、まあ、例えばこちらのビンゴ報酬ですね1ビンゴ目でこのハートが30分無料っていうのがね一応出てきましてその次に18ビンゴ目で一応無料でね30分間爆弾とどんぐり置けますよっていうのが開放されていきますでこれに関しては受け取った瞬間ですねビンゴを達成した瞬間から30分間始まるようになっていますのであくまでこれを受け取って自分がね30分遊べるっていうタイミングでこのビンゴチケットをね使うっていうボタンを押していただいて 受け取って30分遊ぶっていうのをやらないと受け取ってすぐで、ね、30分遊べませんってなってしまうとこれがね無駄になってしまいますのでしっかりねそれは意識をしていただけるといいかなと思いますで逆に、まあ、例えば今回であれば135枚ねチケットを集めれば全クリなので135枚集めて一気に使うってした場合はそれもねイベントに対してこのボーナスっていうのを使うことができなくなってしまいますのでまあ、大体9枚ぐらい貯まったら使うっていうボタンを押すっていうふうにねしていただけると、まあ、逃さず、ね 30分のボーナスっていうのも使うことはできるんじゃないかなとは思いますで続きましてこのイベントをやる意味についてお話をしていくんですが、まあ、今回で言うと限定の建物のね重ね着とかをもらうことができるんですけどもこれは1つ入手するごとににゃんパワーがね60上がるようになっています。 でこれは全部で今回6個ね重ね着をもらうことができるので全て入手すれば360ねニャンパワーが上がるようになっていましてこれが何かっていうとえこちらですね今僕ニャンパワーが1万3000なんですがこんな感じでニャンパワーをね増やせば増やすほどアイルーのスキルがね強化されていきますでこれを上げると例えば開幕にね小樽爆弾を2個セットしてくれるようになったりとかまあいろいろねかなりクエストを有利に進めることができるようにスキルがね強化されていきますのでこれは 強化するためのポイントをもらううっていい意味合いで、建物のの、ね、重ね着ってていいいいいうのは入手していただけるとといいかなと思いますでこの建物の重ね着に関しては、例えば僕ですね、今こんな感じでね、はもらったやつ使ってはいるんですが、これはあくまで入手したタイミングでポイントがね、付与されるようになっていますので、使う必要はないです。例えばすでに自分の家のね、重ね着1個持ってるよっていう場合も、使わないからポイントに反映されないってわけじゃなくて、全部ね、入手した瞬間にポイント換算されるようになっていますので、 まあ、例えばこの重ね着気に入らないからまあ使わないかなみたいに思う方もいらっしゃると思うんですが使わなくてもニャンパワーをねもらうために入手するっていう感じで捉えていただけるといいかなと思いますでこの1つあたり60ですね合計今回360をもらえるっていうのがかなり大きくて今僕クエストをですね通常クエストは全部クリアしていまして今マスタークエストっていうのをね進めていますでこのマスタークエストが1個クリアしても1ポイントしかねニャンパワーをもらうことができないんですよねなのでこの マスタークエスト60クエスト分を1個の報酬で稼ぐことができるようになっていますのでめちゃくちゃ大きいですね正直僕今もニャンパーをね上げるのめちゃくちゃ苦戦していますので自分のねアイルーのスキルを強化するためにしっかりね報酬は受け取っていただけるといいかなと思いますであとはもちろん他にもねジェムであったりアイテムあとは素材もねもらうことができるようになっていますので残りイベントがね9日間あるんですがこのイベントのねクリアっていうのは最優先にねなってくると思いますであとここでもらえる素材 それもね使うことによって他のね建物とかの重ね着を作ってあげればその分もねニャンパワーに換算されて60ポイントを稼ぐことができますので、まあ、本当にやり得ですね、まあ、できる限り120ビンゴ目指してやっていただかないと、まあ、せっかくねもらえるニャンパワーを逃してしまうことになりますのでできるだけ頑張ってねイベントは120ビンゴを揃えていただけるといいかなと思います 一応一つの目安として、プレイ時間に関しては、イベントをね、スタートして4時間でね、クリアすることができましたので、まあ、ノンストップで行けば4時間ぐらいで終わるっていう感じですね。っていう時間を残り9日間でね、取っていただけると、イベントはね、全部遊ぶことができると思います。まあ、ただもちろんね、コンティニューせずに、クリアするまで何回も再挑戦するとか、先ほどもお話しした通り、3枚のね、チャンスっていうのを逃して、どんどん後ろにね、クエストが伸びていくってなった場合は、もちろんね、その分長くなってしまいますので、 それもね気をつけていただければなっていう感じですね。ご視聴ありがとうございました。これからもモンハンパズルの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ